って、千秋様よ。本当だ、千秋様。先輩。ん？千秋先輩、ベルト。昨日うちに忘れていたですよ。げ。お、俺のじゃねえ。先輩のですよ。私が外した。おお。人違いだ。それは俺じゃない。先輩ですよ。ついてくるな。谷岡？知らん。まさかあのハリセン教師よりひどいことはないだろうが。連弾？俺。そう。彼女実はピアノ上手いしね。いくら上手くてもあんなめちゃくちゃな弾き方に合わせられるわけないでしょう。君ならできるよ。この大学で一番ピアノ上手いし。おい、とっととやるぞ、ゴミ女。のだめです。テンポは最初これくらいで。行くぞ。たった2小節で間違えるな。ビヤー。日本は湿度が高くて息が詰まる。脱出できないならいっそ音楽なんかやめてしまおうか。ん？ん？ブッ！臭い。なんだこの匂いは。隣だ。なんじゃこりゃ。はい。はっ。いや、千秋先輩、どうしたんですか。これが同じマンション。先輩、掃除。え、掃除だ。あ、その箱はダメ。学校の道具が入ってるんです。その段ボールには大事な漫画が。そちら宝物が。うぎゃ、ブラジャー。うぎゃ、パンツ。甲子園の土。おい、こら！これは何だ？クリームシチューは黒いのか？トグロを巻くのか？このイクラは何だ？このキノコは？俺はバカだ。ついやけになって人の部屋を掃除してしまうなんて。臭い。え？お前の頭、臭い。そうですか？4日前にちゃんと洗ったのに。4日前？トリマーな気分。犬、すごい。何犬ですか。こいつ。千秋、お風呂のおもちゃ何に。ビエラ先生に似てる。じゃ、頑張ってね。のだめ、今日は自由に弾いていいから。先輩。俺にはわかる。こいつには絶対特別なもの。そしてこいつに合わせられるのは俺様ぐらいだ。